カオスだなシュールな組み合わせめちゃくちゃグイグイくるじゃんこの子すげえ読んでる、はああそうやって生まれたのかもう一個の人格が承認欲求モンスターえめっちゃ好きになったんだけど櫛田のこと。 はいどうも、アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、ようこそ実力史上主義の教室でセカンドシーズン第8話見ていこうと思います。はい、というわけでやってまいりました。幼実の2期ですね。楽しんで見ていこうと思うわけなんですけれども。いやーまあ前回ね、清高くんが告白されたりとかして、まあ体育祭の一見からかなり清高くんがね、クラスの中心に入り込んでいるぞというような感じになってて、なんかケイちゃんがね、ちょっと告白されてあなたどう思ってんのよみたいな感じで、ヒロインムーブもしつつ、 かなりね、D クラスの雰囲気はいい感じになってきましたよね。須藤くんもかなり入話になったし、堀北ちゃんもね、かなり受け入れられつつあるということで、かなりかなりいい感じに動いている。さあ、こっから C クラス VSD クラスになっていくぞというような感じで、まあ本当に裏切り者の串田ちゃんを抱えて、どう動くのか、いろいろと注目ですね。なんか清高くんは今回動かなくていいかみたいなね、素振りを見せてるからね。どうなるかわかりませんが、注目していこうと思います。 それでは見ていきましょうよーいスタートレッツゴーさあ、so, 胸の窓で湯は静かに生きている。どういうことウェルギリウス、アエネ、エイス。ちょっと難しい今回。さ、so, あはあ、学級崩壊。えええちょっとえ何 ええ、崩壊ってそういうそういうガチな崩壊わーお。くしちゃん頭がいいのは結構立ち悪いな。うん。なるほど。うわー、全体を把握しようとしている。 うわーこのムーブ。いやーでもなんなんだろう。私は悪くないっていう、そういう熊川的スタンスなのかな燃えるー。さあ、く田ちゃん勉強できるのが立ち悪いなー割と全体を俯瞰して見れる立ち位置にいる。さあ。 まあ、一番厄介っていうか、一番めんどくさい状況になってるのは、清高くんがね、今までと違ってかなりマークされてるからな。マジョリティ演じてる。お前か。続けてる天才か。いやー、マジで悪い。なんなんだろう。あれ、中学時代か。あいまいな。さあ。 覚悟がされる前に覆せさあ、リュウエンは気づくのかっていうところも気になるし、串田ちゃんは、でも串田ちゃんも言うはずだよな。でも、串田ちゃんのこのことづてで、警戒してないってことは、串田ちゃんも警戒してないのか、清高くんを。一番仲いい男の子ぐらいにしか思ってない感じなのかな。でも多分、あの時裏切り者って気づいたあたりで、 かなり出来がいいことには気づくはずだけどね。うーん。さあ、メール。さあ、清高くん、どうマークするよ。あら <laughs> ペアになっちゃった。はい、お。長谷部さん、春か。うん。 ああ、そういうことか。お互いに数学があれみたいな。清高くん。やばいやばいやばい、目を合わせないようにしている。おお雪村くん。 うんなるほどどっちもできないといけない実力それが実力うんまあねなるほどなるほどそうここで口を開いた あら。なんでああ、状況把握に動かす。ああ、そうね。確かに。さあ、さくらさん。さあ、なんかカオスだな。シュールな組み合わせ。 長谷部さん新キャラだよね。はははやばい。地蔵か何かだと思われていた。あら。結構きつめな性格だね。ああ、そうなんだ。<laughs> そうね。 あれは、隠し玉だよなぁ。さあ、どうするミスター平均点。おうん。やばいやばい、チンピラチンピラ。C クラス。まあ。 ケーキうん。ああ、そうなんだ。16歳高一ってことは。いいね、いいね。うん。ええー、そうなんだ。まあ、そうね。それはそうだね。一人が改善すれば。うん。まあ、傾向と対策ができないよな。 うんなんかすごいサバサバしてるなこの子うんそうねまあどうするだろう うん。ああ、確かにね。この程度はいけるのかっていう。ねえ、そこ大事だよね、結構。うん。 うん。まあ。まあ、そうだよな。そんな、名前優しい人じゃないと思う。うん。なんだろう。 あら、忙しいねんなんだメールリュウエンマスターマインお前は誰だ誰だ携帯が取られたケイちゃん あら。やばいもう、デート感覚になってしまっている。うん。うん。迷惑ではないと思うけどね。うん、そうだよね。 戦力になってくれるし、なんだあ、はい。あ、はい。そうです。be quiet. あ <laughs> そうね。オッケーまあ、そうだよね。あのー、真ん中、真ん中グループの二人だよね。ああ。 <laughs> めちゃくちゃグイグイ来るじゃん、この子。あらあらあら。そうです。わけの、わけのわからないこと。なかなか厳しいな。さあ、まあ普通に勉強会は進んでいる。 円っていうか、龍円の番号から来てる。あのメール。あら、一緒に帰りたかったでもなんか本当に、清高くんのいいところは、脈がなくてもしっかり、最低限の付き合いはしっかりしてくれそうなところがいいです。さあ、対策聞きたいね。うん。 ああ、そうなのマジでそんだけそんだけ根深いのうん。なんだっけなんか、く田ちゃんのクラスが楽器崩壊したとかなんとか。 でもなんか、関わってないんだろうそれに。<laughs> そうです。佐藤さんと、どんな感じか。はい。ああ。 あの事件。そうだよね。知っちゃダメなの知ってる人がいるから嫌なのなんだ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 。いやー、そーんな。まっすぐすぎないか学校やめる うんうんおうわーまあそうね。 それが清田かあっ会長久しぶり串だ知ってんのすごいなおお なるほど。兄貴を使うのか。わーお。むしろ。わやばい悪い顔になってるそうね、でも。 数学うん。わーおでもなんかお兄様を使うっていう選択に出たのはすごいな。オッケーうわぁ <laughs> すげえ読んでる怖いすごい読み切っているぞやばいやばい。あの、すいません。指紋付き制服は燃やしてください。綾小路くんもやめるってことわぁ、マジかよ うん。わあ、マジで。うん。まあ、でも。もう一個。わあ。 まあ、そうだね。何も知らないまま。退学の賭けにね。うん。確かに。知ってると思い込んでる説はあるな。そうだもんね。噂しか。話さないんじゃない 話すのか話すのやばい裏の顔が出てくるどうだ うん。はいはい、そうだね。確かに。あるね。串田ちゃんなんか特に。うん。ああ、そういう子だったんだ。 ああ、その感覚に浸りたい。うん。小学校で無双してたけど、中学校で輝く才能を光らせる人が出てきたわけだ。うん。何それ かわい,いなすごい。うんみんなの。あらなんか。うっ、ん、てなんでつうつ、ん、らかったっていうのもある あでもなんか、パシらされてる。そうだなぁ。ええ何してる髪髪ソリじゃないよね。歯磨きはぁ、あ、そうやって生まれたのか、もう一個の人格が。ああ、違う。そうか。 それに依存したわけだ。やばい、抜ける。えストレスで。え何ブログああああああ。裏サイト的な感じ。 バレたおい赤もうちょあいちょっやめてくださいやめてくださいやめてください手のひら返し ああ、まあまあまあ。わお、せっかくある。<laughs> うん、ええ,えんああ わーおあぐちゃぐちゃになったってことこのクラス黒い部分ありすぎだろううんうんうんえそれだけ 別に何も問題なくないか同じことするかもって思われるってことうん。収集癖に近いな。ああ。 だからあの鉄柵ぶつけてたのか。えため、ため込みすぎて爆発。えー、うん ゴンゲ。承認欲求モンスター、うん。そうか。その承認欲求を乱すというか、その環境を破壊する可能性のある人間を、そういうことあ、そういうことなんだ。あ、あ、そういうことなんだ。 なんか、思ったよりドロドロしてなかったな。別にいい、いいんじゃないと思うんだけど <laughs>、えー。えいいじゃん。え、めっちゃ好きになったんだけど、櫛田のこと。わかりやすくてとてもいいよ。下手な八方美人よりよっぽど好きだ。そういう子も個性でいいんじゃないですかね。いや、いいね。いや、でも、それだけでもあれなんだろうな。承認欲求モンスターのわけか。ええー、いいじゃん。 めっちゃいいじゃん。さあ。さあ、でもこの対決がどうなるかだな。かつ自信しかなさそう。そうか、数学で勝負っていうことは、そうか、串田は100点以外取りようがないんだ。よく考えたら。竜炎と繋がってんだもんな。さあ、この子誰このリボンの子。で、イブキちゃんはすごい汚いから、ほんとに早く、今すぐ起き上がって。うーん。 まだ出てない子もいるしな。長谷部さんは出てきてるけど。さあ、ケイちゃん、今回は出番なしだったね。さあ、これに対して清高がどう出るかだな。一番いいのが、お互い100点ずつ取り合って痛み分けっていう形だけど。どうなんだろうな。 はい。というわけで見終わったわけなんですけど、いいですね。めちゃめちゃいい。僕、クシだちゃんめっちゃ好きになったわ。なんか、親近感じゃないけどさ、<laughs> 親近感じゃないけどすごいわかるんだよな。この子の思考になる理由っていうのは。うん、なんか、何も責められないけど、いやーでも思うよな。やっぱり承認欲求のさ、バケツに穴が開いてるってよくまあ言われるけどさ、本当に永遠に多分ジャバ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 どんなにこう、 なんか満たされても満たされても多分もうストレスになるっていう変換されちゃうから多分もう永遠に多分その承認欲求を満たされることはないんだろうなっていう風には 思うなこういうあのストレスのため方を見ているっていうことは。うん、でもやっぱり辛いよなやっぱり。うーん、難しいというか、なんか気持ちはすごいわかる、やっぱり。今まで自分が頑張るだけで自分に対してこう承認欲求というか、こうなんか賞賛のこのね、意見とかを浴びせてくれたりとかすることはよくあったと思うけど、やっぱり今度どんどん年を経っていくと、なんかその人の才能にも限界があるし、他の人が才能で輝き出して、どん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 くすんでくるんだよね。そうなると、やっぱり承認欲求というか、ありが どどどどううううだだっったたりりなんんんんかこう感謝されるてていいいが気持ちいいって思う人は周のめに動いていくんだけどやっぱり、感謝されたいの根源に自分をすごいと思ってもらいたいっていう承認欲求があるせいで、やっぱりこう、どこか利用されてるんじゃないかっていう気持ちに対してすごいストレスになってくるわけですよね。僕も思うもんなんか、人のために色々やってあげたいなって思うけど、なんか利用してんじゃないって思うとなんか一気にムカつくみたいなさ、うーん、なんか利用されてると思うとムカつくよねみたいなのがあるんだけど、やっぱりでも、そうやって承認欲求にバケツ、なに 欲求のバケツに穴が開いてジャバ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 出ていく上にそのジャバ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 溢れ出た分がストレスになって変換されるってなるとそりゃあまあクシダちゃん辛いよなっていう風には思うよね。 うーん。でもやっぱり難しいんだろうな。やっぱりこう、本当に一度穴が開いちゃうと止まらないって言うしな。なんか一人さ、やっぱりこの人にだけ認められればいいっていう男の子ができればいいかな。女の子、男の子、限らずね。なんかそういう相手ができればいいなっていう風に思うけど、く田ちゃんはそういう人間じゃないわけだよな。一人じゃ足りない、二人じゃ三人、もっともっとっていうような感じではあるんだろうな。 うん、一番過ごしやすい環境、自分がすごい、自分をすごいと思ってくれる人たち、そういう人を集めたいわけだ。だから、どん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 、堀北ちゃんが、こう、なんか、いい人なんじゃない、すごい人なんじゃない、優しい人なんじゃないっていう風に、こう、ちやほやされるのが許せないわけだよね。やっぱり自分でこう何、何積み上げてきた地位っていうものが色々あるからっていうところではあるんだな。 あーでも確かにまあ、諸刃の剣じゃないけど、かなり強力な武器だよな、そういう真実って。あの子って、私に告白してきたよねって、その一言だけでも、やっぱりこう、何、真実を握られた側としてはもう、心がざわつかざるを得ないよね。うん、いやー、なかなかになかなか。まあ、えげつないことをやってるなとは思うけど、割となんかやってることがちっちゃくて可愛いなっていう風には思うよな。うん、なんか大人になったからこそ思うよね。 割と、なんか、く田ちゃんやってることがちっちゃくてめちゃくちゃ可愛いと思うんですけど、どうなんですかね。<laughs> いや、でも、やばいよな。完全にだって、数学で勝負っていうあたり、多分、堀北ちゃんは数学が一番苦手なことも把握してて、その上で勝負仕掛けてきてるし、多分、龍縁くんと繋がれば、やっぱり数学のね、なんか、この何、なに答案というか、この数学の問題を入手することは容易だから、100点以外取りようがないんだよね、く田ちゃんは。うん、やりたい放題できるから、これはかなりまずいっすね。 うーん、いやー、どうすんだろ、これ。うまいこと欠点すり替え、まあ、もう本当に清高の得意技であるすり替えで、なんとか櫛田ちゃんを敗退に導くのかどうするのかっていうところではあるけどね。うん。でもやっぱり賞賛はあると思うんだよな。清高って個人的に負ける可能性のある勝負に乗らないからな。うん。 確実に勝つために色々と動くから、どうなっていくか分からないけど、まあ本当に、なんか清高が乗ったっていうことは何かしらの賞賛があると期待しているので、まあどうなっていくのか注目していきたいですね。うん。いや、でもいいですね。めちゃくちゃいいな。僕はすごい好きですね。<laughs> 本当に話を聞いて、まあどう思うのが普通なのかは知らないけど、僕はそれだけのことなんだって思ったから、なんかすごい可愛らしく見えましたね。いいです、いいですね。串田ちゃんめちゃくちゃ好きです。はい。これから先もどん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 この悪い顔を見せていただけたらなと といいう,うに思いますはいというわけで今回はこんな感じで終わると思いますなんかコメントあればくださいうわあクジラちゃんとか清高とか。 なんか、清高と佐藤さんがすごいいい感じになるんじゃないかとか、いろいろコメントお待ちしております。森北ちゃんとかね。うん、いやー、いいですね、いいですね。本当に気持ちいいくらいの、本当になんか逆恨みじゃないけど、私の過去を知っている。私の真実を知っている可能性があるっていうことだよね。まあ、だから本当に真実が鋭い武器であることは分かっているからこそ、真実を握っている可能性のある人間を潰したいっていうところではあるんだ。はい、というわけで、本当にいろいろと気になるところがありますが、次回も楽しんでいこうと思います。以上、ようこそ実力史上主義の教 した。セカンンドシーズン第8話でしたバイバイ